くでもなんとか勝てそう。お父さん、どれくらいで元気になるんだろう。大した時間もかからないってベジータが言ってたな。フリーザの木は近くには感じないな。最長老さんのところにいるのかな。誰かが飛んでる。この木はやっぱりデンデだ。クリリンさん、ゴハンさん、どうしてああ、それがやっとドラゴン、それで最長老さんとこへ聞きに行こうと向かってたとこだったんだ。やっぱりそうだと思いました。僕は最長老様に言われて願いの叶え方を教えに来たんですよ。あれはナメック語で喋らないと願いは叶えられないんです。ナメック語、それは確かに僕らには無理ですね。急ぎましょう。最長老様の寿命が近いんです。それにもうすぐこちらにフリーザが来るかもしれません。そうか。ところでベジータは休息するとか言ってたよな。はい、もしかすると眠ってるかも。よし、できるだけ気づかれないように戻ろう。到着っと。ベジータはどうだ。あ、眠ってます。あいつ戦ってばっかだったからな。しかしこれはベジータを出し抜くチャンスだ。あいつにさ、シェンロンが出た時に気づかれても少しは時間が稼げるからな。よし、なんとかベジータには気づかれなかったみたいだな。はい、何かがこっちに近づいてる。すごい速さで。え、フリーザだ。急げデンデ、早く願いを叶えさせてくれ。はい。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。光った。空が暗くなった。地球のドラゴンボールと一緒だ。ドラゴンボールを7個揃えし者よ、さあ願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ、さすが本場のシェンロン、気前がいいや。早く願いを、フリーザやベジータが。ああ。まず、サイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリツ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチュパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。え？そんな。生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯、聞こえるか？ピッコロだ。ピッコロさん。そっちの状況はわかった。いいか、よく聞くんだ。一つ目の願いでこの俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば
地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました、ピッコロさん。頼んだぞ。三つ目の願いは好きにしよう。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリゴ、ウオトク、ホラクサ、ペロプッポー。わかった、一つ目の願いを叶えてやろう。神様。ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。はい。テルモバラ、アッコロル、ステノニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。ここがふるさと、ナメック星か。なるほど、妙に懐かしい気分だ。感傷に浸っている場合じゃない。ご飯たちを探さなくては。遠くにとんでもなくでかい木を感じる。こいつがフリーザって化け物か。その近くにもでかい木が3つ。こいつがご飯たちだ。フリーザが近づいてきてると思えば、どういうことだこれは。なぜ空が、この星に夜はないはず。なんだ、あの化け物は。それにドラゴンボールも、奴らもいない。あの化け物は、あいつらの言っていたドラゴンボールの竜か。くそー、あのガキども、この俺を出し抜きやがったな。二つ目の願いも叶えた。さあ、最後の願いを言うがいい。叶えたって言いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから。どこかの場所に、ここへ来て欲しかったのですか。そんな。貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ、愚か者め。フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って、願いは3つまで叶うんです。まだ1つ叶える願いが。バカ、しゃべるな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもそこまで来ているぞ。3つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デンデ、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。
よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では。うわ！なぜ竜が消え、ドラゴンボールがあんな石に。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと。俺の不老不死はどうするんだ。それは。フリーザ。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか？どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんぞ。覚悟しろ。そんな。なんて敵だ。勝てるわけ。ないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身って何だってんだよ、ベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって。恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。チッ、そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろ、フリーザ。今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう。そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい。めったに見られるものではありませんからね。なんて敵だ。
気をつけろよ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。何しろ力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。何？ばっ！情けない面だぞベジータ。どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな。おのれ！さーて、ドイツから地獄を見せてやろうか。決めた！クリリンさん！よくもクリリンさんを！クリリンさん！あいつを助ける気か？無駄だ。すぐ死ぬ。すまんすまん。やはりどうもパワーがありすぎて自分をうまくコントロールできないようだ。して理性を失うとここまでパワーが引き出せるのかな。今のはさすがの俺も少し痛かったぞ。しかし相手が悪かったな。ただ怒りを買っただけ。ちくしょう、俺たちの考えは相当に甘かったらしいな。でかい木がさらにバカでかくなった。いよいよフリーザってのが動き出したか。かすかな気を感じる。俺とそっくりだ。ナメック星人か。地球人の言っていたナメック星人か。彼らの願いが叶ったのか。よかった。いろいろと事情を知っているようだな。ならば俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが見殺しにしていくぞ。
どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。それだけに残念だ。元通りの一人のナメック星人になって戻ってきさえすればフリーザにでも勝てたろうに。何？再び神のやつと同化して一人になりさえすればフリーザって野郎の力さえしのぐというのか？そうだ、私はフリーザに圧倒的にやられはしたが、今さらどうしようもないことだ。それに俺はあんな奴と二度と同化する気はない。私と同化しろ。そうすればお前のその力が数倍にもなる。な、何？貴様と？時間がない。私はじきに死んでしまう。早く私の体に手を置け。心配するな、人格はお前のものだ。うん、いいだろう、試してやる。絶対にフリーザを倒せ。いいな。貴様に言われるまでもない。ん？おい、まさかこんなことが。なんという力だ、信じられんほどの凄まじい力が。これがどうかというやつなのか。今行くぞ、ご飯。この力があれば勝てる。どんな奴であろうと負けるはずがない。俺は今究極のパワーを手に入れたんだ。ザコがいるようだな。あそこか。ザコがいるようだな。どうしたベジータ、助けに来んのか。なんであいつが。何？あいつは少なくとも相当の重傷だったはずだ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽君！うわっ！くっ！ぬが！ベジータ、今だ！攻撃してくれ！よかった、死んでいない。すぐに直してあげるよ。ことだったのか。何してんだよベジータ。あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって知らなかったんだ。知ってたら悟空もとっくに直してもらってたさ。驚いたよデンデ、ありがとう。頑張って。
サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。バカな、あのチビも確かに死にかけていたはずだ。何かくれぞ。ピッコロさん、待たせたな。誰かと思えば俺たちが地球でぶっ殺した野郎か。ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがって。カスで悪かったな。だがこれだけは覚えておけ。フリーザを片付けた後、今度は貴様の番だということをな。まだナメック星人が生き残っていたか。俺一人でやる。お前たちは手を出すな。相手の実力もわからないバカが、やれるものならやってみるがいい。これまでのナメック星人とはどこかが違う。とは言っても所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやる。Yeah!
さっきは悪かったな。貴様を舐めてたんだ。だが想像以上にできるんでな、実力を見せることにした。俺もだ。本気でやろう。どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか？何？貴様は今のこの俺が変身したものだということを知らんだろう。貴様にも与えてやるぞ、この俺に対する変身だと。よし、先に絶望感を与えておいてやろう。どうしようもない絶望感をな。このフリーザは変身をするたびにパワーがはるかに増す。その変身をあと2回も俺は残している。その意味がわかるな？なんだと？そんなあと2回も。見せてやろう。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。ピッコロさん、僕も戦います。くそ！待て、貴様が言っても無駄だ。それよりこの俺を半殺しにしろ、今すぐだ。え？お待たせしましたね。第2回戦といきましょうか。化け物め。どうり、ちょっと拝見。兄さんから受けたダメージがなくなってる。早い。
俺たちサイヤ人が死の一歩手前で復活した時に強さが増すことは分かっただろう。さっさとこの俺を半殺しにするんだ。自ら死にかけても効果はない。貴様がやるんだ。一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことは幸運だったんだ。いくら大嫌いなお前だってそんなこと。もうすぐ悟空も蘇ることだし。カカロットは下級戦士だ。あれ以上強くはなれん。よし、この姿のままでもあなたたち全員を始末するのは簡単なことです。殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。今のうちなら間に合う。早くやれ。うわっ。それでいいんだ。ごはんこの場を離れるんだ。はい。何？この俺は直せんだと。お前も
僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど、今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。なんだ、フリーザか。変身が完了したんだ。デンデ、お願い、ベジータを直してやって。チッ、もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿が見えてきたぞ。あれがフリーザの正体？小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったが、すまなかったな。お前たちを助けられそうもない。ナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか皆さん。